あの日から3年が過ぎた。世界は滅ぼされた。軍をコントロールする監視プログラム、アルゴスに。メイソン博士は必然だったという。自律性を持つシステムは当初の目的を逸脱していくものだと。ことが起きた後で何を言っても手遅れ。人間はいつだって進歩を求め警戒を怠る。アルゴスがいつさらアジチュ・マサトル・アンナにいたのかはわからない。でも、その戦争とも呼べない殺戮は、わずか72時間足らずで終わった。旧防衛軍の兵士たちは、味方のはずの無人機関隊に一掃され、人類が何十世紀もかけて築き上げた文明社会は、無に帰した。なんとか生き残った人間たちは廃墟と化した都市の地下で細々と位置をつないだ。あれから3年、私たちはひっそりと生きながらえてきた。そしてニューアルバータの町の地下についに発見した。 1.5 キロ以上にわたって連なる地上の山脈に守られ、機動爆撃の火が免れた巨大な兵器開発施設、ボーと呼ばれる。その極秘施設はグリフィンという元軍人が地球滅亡直後から捜索を続けていたものだった。その基地ボーの最深部に隠されていたのがアロー、亜高速航行が可能な宇宙戦闘機、人類にとって未知のレベルの速度と操作性を実現する最先端技術の結晶。世界が滅びる前、私はパイロットだった。地球の軌道上に建設されたステーションへ貨物を輸送していた。でもアローは私が知っているどの機体とも違った。アローの完成まであと数週間に迫った時、世界は終わりを迎えた。でも私は生き残った。宇宙船を操縦できる唯一の生存者として、私がなすべきことはただ一つ、アローで出撃してアルゴスにツケを払わせる。3年前、敵は72時間で世界を滅ぼした。戦いはまだ終わっていない。出撃まで72時間だ。最後にもう一度シミュレーターでその確認しろ。了解、シミュレーターレディ。
Okay.
バッドランズ、地球の 2000km 上空にはアルゴスの爪痕がそのまま残されている。おびただしい数の宇宙ゴミが時速5万キロの速度で周回する場所だ。小型の破片はリアクターの磁気フィールドで弾けるわ。巨大なデブリには注意して。ゴミが多いおかげでアルゴスの追跡網にもかからずに済むだろう。いい方に解釈すればね。前向きじゃないとこの先厳しいわよ。マットランズを開けろ。でかいデブリに当たるとダメージを食らう。うまく回避しろ。Awesome.